プリマベーラ、プリマベーラは、ルネサンス期のイタリア人画家サンドロボッティチェッリが1482年頃に描いた絵画。日本ではイタリア語からの訳語である、春や、春、プリマベーラ、プリマベーラ、春などとも呼ばれる。ピータに、テンペラで描かれた絵画で、世界で最も有名な絵画作品の一つ、世界で最も言及され、議論の的となっている。 絵画作品の一つと言われている。この作品に描かれているのが、神話の登場人物たちであり、春に急成長を遂げる世界のアレゴリーであるという、説を多くの研究者が支持している。その他に、プラトニック・ラブ、現代の日本で使用されている意味合いとは異なるを、主題としていると解釈する研究者も存在する。作者のボッティチェッリはこの絵画に名前を付けていなかったが、 トスカーナ太鼓古事も一世の宮殿ビッラーカステットに飾られていたこの作品を目にしたジョルジョ・バザーリが最初にラ・プリマベーラと呼称した。プリマベーラの来歴ははっきりとしていないがメディチ家の一員からの依頼で制作されたと考えられている。古代ローマの詩人オウィデウスとルクレティウスの鹿からの影響が見られ、他ボッティチェッリと同時大臣のルネサンス人文主義者、 詩人のアンチェロポリツィアーノの影響もあるのではないかとされている。1919年以来、フィレンツェのウフィツィ美術館が所蔵している作品である。プリマベーラには6人の女性と2人の男性が描かれ、画面最上部にはオレンジの木々を背景にして弓矢をつがえるキューピッドが描かれている。画面右側には花模様のドレスをまとって果敢を被った女性が、 ガウンの膝に集めた花を振りまいている。さらにこの女性の右側には、羽を持つ男性に背後から襲われている、透けるような白色のドレスを着用した女性が描かれている。この男性の方は、膨らんでおり、血然とした表情をしている。さらにこの男性のみ、他の人物とは異なって、超自然的な容姿で描かれている。周りの木々は、 男性が巻き起こす風に煽られて左へとたわんでいる。男性に襲われている女性が身につけるドレスも同じ方向に煽られているが、左隣で鼻を巻く女性がまとうドレスは逆の方向にたなびいている。画面左側には半透明のドレスをまとい、手を取り合って踊る3人の女性が描かれ、そのうちの2人はネックレスで身を飾っている。 最上部のキューピッドがつがいる弓矢は、この三人の女性を狙っているかのように描かれている。さらにその左には、剣と兜を身につけて、シンクの布を体に巻きつけた青年が、霞のような灰色の雲に向かって、木の枝を突き出している。画面中央には、他の人物たちから孤立しているような印象を与える、女性が描かれている。赤色のガウンと青色のドレスを身にまとった。 この女性は、鑑賞者の視線をまっすぐに見つめ返している。女性の背後の木々は、アーチ状に表現され、鑑賞者の視線を中央に集める役割を果たしている。周囲の風景は極めて精緻に表現されており、500種類以上の植物と190種類ほどの様々な花が描かれている。さらに描かれている190種類の花々のうち、少なくとも130種類については、 実在する、どの花なのかを特定できると言われている。プリマベーラの全体的な画面構成は、当時人気があった、フランドルのタペストリーによく似ている。描かれている、人物像について様々な説が唱えられてきたが、精妙な神話世界に、肥沃や多産の偶意が込められているという解釈が主流となっている。エレーナ・カプレッティは2002年の著書、ボッティチェッリで、 現在の主流となっているプリマベーラの解釈を次のように要約している。この場面はオイウィデュースの祭り歴を下敷きとしている。祭り歴に記されている物語では樹木の妊婦であるクローリスが生来の魅力で春を告げる西風の神ゼピュロスを魅了した。ゼピュロスはクローリスにつきまとって力づくで自分のものにしてしまう。この時クローリスの口から 花々が溢れ出し、クローリスは花の女神フローラへと姿を変えたというものである。そして、祭り歴では、これ以来、世界は様々な色彩で溢れるようになったと続いている。ギリシア語で、クローローズは緑色という意味で、クロロフィルの語源にもなっている。クローリスという名前も緑色を連想させ、このことが、ボッティチェッリがゼピュロスを、 青緑色で表現し理由ではないかとされている。画面中央の女神ヴィーナスが主催するオレンジ園はメディチ家の象徴である。ヴィーナスは暗色のミルトスの前に立っている。古代ギリシアの詩人兵士オドスの浸透器では、ヴィーナスと同一視されるアプロディーテは切り落とされて海を漂流していた天空神ウラノスの断性器に付着していた精液から誕生した、取れている。 貝殻に乗って島に漂着した時にビーナスの羅針を隠していたのがミルトスの葉であったことからミルトスはビーナスの象徴となっていた。キューピットに狙いをつけられながら踊る賛美神はメディチケを意味する色の宝石で身を飾りシンクの布をまといずを持つマーキュリーは光点をもたらす雲からオレンジ円を守っている。プリマベーラに描かれている神話の登場人物のうち 前述の人物像の特定については研究者の間でも見解がほぼ一致しているが、花模様のドレスを着用しているのは春を擬人化したプリマブーラであり、ゼピロスに襲われそうになっている女性像がフローラだとする説や、シンクの布をまとっているのはマーキュリーではなくマーズだとする説などもある。さらに、プリマブエーラにはメディチケが講演した人文主義者、 マルシリオ・フィッチーノのプラトンに関する著作で有名になったプラトニック・ラブの概念が主題になっているという説がある。新プラトン主義の哲学者たちは、ヴィーナスを展開と俗解療法における愛の絶対物だとみなしており、古代の聖母マリアにあたると考えていた。プリマベーラでヴィーナスは祭壇を連想させるような背景に囲まれているが、このような構図はルネサンス期における聖母、 マリアのイメージとして、ごく普遍的なものだった。この解釈では、画面右側のゼピュロスが象徴する世俗の愛と、左側の三美神とは大きく隔絶していることになる。三美神のうち、背景に目を向けている中央の女神は、自身がキューピッドに狙いをつけられていることにも、無関心である。中央の女神は、マーキュリーの方を向いているが、マーキュリーは、 画面上部の擬人化されたプリマベーラに関係がある。雲に身を注いでいる。プリマベーラとタイになっていた作品だと言われている、ボッティチェッリのパラスとケンタウルスには、血の女神アテナが高色なケンタウルスを打倒している。場面が久しで、愛は学識を希求するという偶意が表現されている。近年になって、フローラのドレスの花柄模様に偽装されたメッセージが存在することが判明した。 その他の証拠とともに、プリマベーラは、ルネサンス期フィレンツェの哲学者の中で、第一人だったマルシリオ・フィチーノが主導していた、古代ギリシア・ローマの神々の復活も意図していたのではないかと考えられている。フィチーノは、プリマベーラの所有者だった、若きメディチ家の一員の友人、助言者、指導者で、ヨーロッパ中に、プラトン哲学を広めることに尽力していた人物だった。 フィチーノが指導したプラトン哲学は中世以来の罪悪や過失といった人間観とは対照的な人間は神の領域に近づく神聖のきらめきを持っているという思想だった。プリマベーラの制作動機は伝わっていない。1477年のロレンツォ・オデマ・エディチによる依頼で描かれたという説や1477年よりも後になってから ロレンツォ・リピエル・フランチェスコ・ディメディチの依頼で描かれたという説がある。他にも、ロレンツォが老い、ジュリオ・ジュリアーノ・ディメディチ、後のローマ教皇クレメンス7世の誕生を祝って、ボッティチェッリに肖像画制作を依頼したが、1478年のパッチ家の陰謀によって、ジュリオ・ジュリアーノの父で、自身の弟にあたるジュリアーノが暗殺されると、肖像画制作依頼を取り消し、 代わりに1482年に結婚したロレンツォ・ディ・ピエル・フランチェスコの婚礼祝いにプリマベーラの制作を依頼したという説もある。プリマベーラのマーキュリーはロレンツォ・ディ・ピエル・フランチェスコをフローラもしくはビーナスはその妻セミラミデをそれぞれモデルとしているとされることが多い。その他の説としてビーナスのモデルはマルコベスプッチの妻でジュリアーノ・デ・メディチの愛人だったとされる。 シモネッタベスプッチであり、ジュリアーノはマーケリーのモデルだと言われることもある。プリマベイラは全体的に古代ローマの詩人、オイディウスの死化形式の暦である祭り歴の第五巻5月2日の春の到来の記述をもとにしているが、細部はアンジェロ・ポリツィアーノの死に由来しているのではないかと言われている。ただし、ポリツィアーノの詩集、 ラスティックスが出版されたのは1483年で、プリマベーラの制作年度が1482年頃と考えられていることから、逆にプリマベーラがラスティックスに影響を与えたと主張する研究者も存在している。古代ローマの詩人で哲学者のルクレティウスの著書、事物の本性についての一説もプリマベーラに影響を与えたと考えられている。 プリマベーラの制作動機や何が影響を与えたかといった考察はともかく、この作品が1499年時点で、ロレンツォ・ディッピエル・フランチェスコの財産目録に記載されていることは間違いない。そして1919 19年以来フィレンツェのウフィチ美術館が所蔵している。第二次世界大戦でのイタリア戦線の間には爆撃を避けるために、 フィレンツェ南西部のモンテフィフォーニ城に移されていた戦火が収まった後にウフィツィ美術館に戻された。1982年には本格的な修復を受けているが、経年変化のためにその画面は著しく退職してしまっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。